んにちは、のりです。今回の企画はガラコデラックス資格塗っていきたいと思います。はい、ということで、前回あやさんが全部綺麗にしたよね。はい、これこれね、ウォータースポットは綺麗にもしました。で、やっぱすぐに撥水剤を塗った方がウォータースポットはつかない。撥水剤を塗っていくんですけれども、普通のガラコじゃありませんよ、今日は。前なんかの動画でも言ったような、なんで丸なんだろうね。うん、角塗れないじゃん。うん、これ四角なんで角も余裕で塗れます。というかムラにならなさそうという期待を込めて今日は使っていきたいと思います。はい、じゃあまず洗車から。はい、洗車終わりました。じゃあ開けていきたいと思います。はい、台紙は商品を使い切るまで捨てないでくださいって書いてある。まあ説明書だから。なんかこれね、このヘッドが動くのと首振りで、あと4ヶ月耐久らしい。まあまあ持つんじゃないのかな。まあ青空だとねすぐですけど、1ヶ月ぐらいかな。そうだね。はい、まず使用方法。施工前にガラス面の汚れやホコリを水洗いで拭こうとし完全に乾燥させる。で、液が飛び散らないようにフェルト部をガラス面につけ、ボトルを押して液を出し、フェルトを全体に液を染み込ませる。途中液量を調整しながら塗り残しがないように塗り込む。縦横と直線方向に塗り重ねるのがきれいに塗るコツ。で、5分10分乾燥させ固く絞った濡れタオルで拭き上げると完了ということです。簡単そうだね。ね、従来のガラコと変わらないかな。うん、一応炎天下ガラスが汗的には使用しないって書いてあるんですけど、まあ今水冷やしたから大丈夫だろ。やっていこう。やっていこう。これなんか蓋が透明なんだね。あ、おもろ、ネジ式の。ちょっとじゃあ液をの前にちょっと、なんか不思議ですね、中はこんな感じ。ほうほう、ほんまカタカタって感じ。動く動くっていうか、カタカタ。あ、そうなの。こういうことか、横。あ、私こう動くんかと思った。そうも動くんじゃないの、カタカタ。そこの追従性はないのかな。うん、よし。いや、これね、新品の時はもうここが大変。このスポンジに液を染み込ませるのが大変なんですよ。ムラが出てきちゃうね、どうしても。あのスポンジがしっかり液を吸い込んでないと、ほらここ今染み込んどるけど、ここ全然染み込んでないやん。そうだね、中央だけだね。そうなの。フェルト部に均等に行くようにしてるんですね。はい、そうです。まだダメだね。これ結構大変。大変だね。丸の方がこのそういうところではいいのかもしれんな。うん、四角だとちょっと。最初に少しお皿に出してこうひたひたした方がいいんじゃない。まあね、でもそれってもったいなくない、機材結構出さんと。そっか、そっからピチャピチャやりながら。あ、そっからピチャピチャね。なるほど。もうボトルの意味あんまないですけどね。そうだね、もう別で添えといてくれみたいな。あ、でも結構お染みてきたんじゃない。うん、そうだね。ちょっとでもやっぱ端っこが、これ結構あれだな、端っこがやばいな。そうすると端っこ四角くていいよねが使えないと意味ないね。そう、これ全然ついてないの、端っこ。これ本当だね、全然ついてなかった。じゃあビャーって出して端っこにやる。ビャーって出して、あららららら、こう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 か。あ、でも割とダメですね。本当に端っこだけ線みたいになってる。どうしたらいい、これ。さっきの説明書では丸々だったんですけど、まあ、ちょっともうやばいから塗っていくお願いします。あ、端っこは塗りやすいが、しかし全然ついてない。びっくりするぐらいついてないですね。本当だ、やばいね、これ。ちょっと重ね塗りせな。何回かやった方がいいかもしれないね。うん、液の出具合は、液の出具合は、え、こんな最初から出て大丈夫ってくらい出る。すぐなくなるんちゃうみたいなレベルやけど、多分大丈夫なんですよ。結構入ってるもんね、ボトルの中に。うん、逆にこの出しすぎてムラにならないように気をつけながらな。とかボディとかにかかんないようにしないといけないね。
そうだね。あ、すげえ、で最終的に縦にするとなんか水滴がこう下に落ちるかなってイメージでいつも縦で塗ってます。最後は自分の自己理論ですか。あ、そうそうそうなるほどね。なんか流れ的に塗りすぎじゃないかな、拭き取り大変じゃないかな。どうなんだろうね。でも今のってだいぶ拭き取り楽じゃない。楽だけどやっぱでも塗りすぎると結局、まあ、量が多いから、うん、ギラ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 しちゃうかもしれないな。頑張りましょう、頑張りましょう。よし、じゃあもう片面もいきまーす。よし、これで5分10分放置します。はい、じゃあ5分10分経ったんでこの固く絞った濡れタオルで拭いていきたいと思います。はい、ちなみにですけどマイクロファイバーとか、うん、あの毛足長めのやつ使うとちょっと拭き取りづらいかも。おう、普通のこういう感じの、あ、こういう感じのね、うん、そうそう、あの昔からある感じのを使った方がいいかなと思います。はい、はい、じゃあ引き上げていく。引き上げが一番苦手なんだよね。もう残んないようにしないとね。そうなのよ、これが残っちゃうとすんごいムラムラだから、ギラギラにもなるしビビリオンの原因にもなる。そうだね。じゃあ次麺を違う方変えてまた拭いていく。はい、これこういう拭き残しね。これだね、うん、だいぶ残っとるけどね。これはこういうのがちょっと至る所にあるんでしっかり目をかっぴらいて拭いていきます。で私一回、うん、最初に拭いた面をこうやって手で持ってしまっとるんやけど、うんうん、もうこの撥水剤のとこを持っちゃったらもう絶対にボディは触らないこと。ガラスもか。そうだね、まあ3回ぐらい拭き取ればいいのかな。うんうん、夏は皆さんあのできれば曇りの日か、あ、朝とか超朝、超朝ならきれいか、4時とか、そうそうそう、明るくなってきたからぐらいな、うん、また面を描いて、じゃあ3回目。はい、いや、もう全然綺麗に見えますよ。よし、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ気になる撥水チェックをしていきたいと思います。はい、水垢取った時は完全な浸水でした。うん、でこれは超撥水ってことなので玉になるはず。いくよ。はい、おお、おお、おすごいすごい、おお気持ちいい、全然残らんじゃん。すごいなこれ、えすごいすごい、ポロポロ落ちていく。おお、これは気持ちいいな。わあすごいね、もうまとまってしっかり落ちてくるね。ね、もう乙女属性が泳いでるみたい。うん、うよんよんよってくる。いい商品だな。これすごいね、ほんと。おー、綺麗、ほんとに粒になってる。ね。いい感じ。これがほんとに4ヶ月持つのか。2ヶ月持ってくれたらいいかなと思う、私は。いや、全然いいよね、2ヶ月持てば。うん、こんだけやっぱ水はじかいとさ、気持ちいいから。毎日車乗りたくなりますね。乗ってるけど毎日雨は降ってないですよ、ね、そか。はい、でこの商品の総評なんですけど、結果的に
よしよし、あの最初はなこのフェルトがやっぱなじまんかったから、うん、全然真ん中しか塗れてなくって四角の意味があんまないかなって思ったけど、うんうん、これはまあ最初なんでどんどん回数重ねていくことに染み込んどるから大丈夫、最初だけ気をつければ。でやっぱこのヘッドがでかいんでここ全部に染み当たっとるとすごく早いと思います、施工が。あとはヘッドが動くのも結構良かったから塗りやすかった。そう、最初はなんか違和感あったけど壊れそうみたいな、全然しっかりしてました。ぜひ皆さん試してみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ次回もお楽しみに。お楽しみに。